この道も昔は人が行き来してたが、黒の一帯が迫ってこのざまだ。誰も寄りつかなくなっちまった。俺の知ってる抜け道の一つさ。ガブはこの先だ。行こう。いつまでふぬけてる気だ。だが、もう考えてみろ、クライブ。俺たちはまだ。ザンブレクの予備兵だ。近くの砦は当の昔に放棄されたはず。続きは後にしよう。俺は奴らの様子を探ってくる。お前はガブと合流しろ。いや、俺は。いいか、頼んだぞ。シドのやつ、何が抜け道だ。相変わらず魔物だらけじゃないか。
先か。それが何を？そいつを逃がすんじゃない！ガブ！なんだ？おい、例の脱走兵だ。こいつも始末しろ！邪魔をするな！生きて返すな！この雷に打たれるのは
どいつだ。クライブ、お前は竜騎士をやれ。急げ。これでよし。まったくお前らしくもない。こんなヘマしやがって。やつらの頓傷はあさってたら見つかっちまってこのざまさ。だけど二人のおかげでなんとか助かった。ありがとな、本当に。で、収穫は？
クライブ、例のクソ野郎の行き先が分かったぜ。ガブ、あれは奴は今ロザリアへ向かってる最中だ。従者とな。この目でザンブレク兵たちとやり合ってたのを見たが、あれは間違いなく火のドミナントの力だったよ。そんなはずは。クライブ、あの時どういうわけかお前は召喚獣になった。お前がフェニックスを殺した火のドミナントかもしれん。だがお前は見たはずだ、竜巻にいたローブ姿のやつを。俺もあそこで見てる。やつはいたんだよ、クライブ。じゃあ、あれは何者だ。さてね、それは分からん。分からんが、全てが明らかになってるわけでもない。きっと何か見落としてる。何を。フェニックスの祝福に誓いを立てて、弟の仇を討つためだけに生きてきたんだろう。だったら自分で真実を掴んでみろ。それから死ねばいい。シド、俺礼を言うならガブに。ありがとうガブ。いやいや。渡り鳥を見かけませんね。黒の一帯の影響が広がっているんだ。急がないと。明後日にはロザリアに入ります。もう一度あの地へ。奴を止めるんだ。